はい、どうも、プレストティです。今日やっていくのは、四面体各種っていうところでお話をしていこうと思います。前回、前々回でやってきたのが、三角形とか四角形の面積について話をしてきたんですよね。で、あの時にやってたのは、あくまで平面図形だったんですけど、今日やっていくのは、四面体っていうことで、立体について考えていきたいと。で、この四面体っていうのは立体の中では最小構成になるんですね。平面図形の中でいう三角形みたいなもんです。っていうところで、この四面体の考え方っていうのをきちっと押さえておけば、その他の立体っていうのにもそれを適用していくことが可能になるんで、しっかりと見ておくことにしましょう。じゃあ早速スタート。今回扱っていくのは、一辺の長さが A の正四面体 OABC ですと。で、この正四面体において、 O から三角形 ABC に下ろした垂線の足を H っていうふうにして、そのまず OH の長さっていうのを求めてくださいというふうに聞かれましたよと。で、どういうふうに考えていくかって話なんですけど、立体を考えるときにすごく大事になってくる考え方として、立体は平面に移しましょうと、こういう考え方がいるんですね。どういうことかっていうと、まず立体書いてみると OABC っていう風になってるわけです。で、この立体をそのまま考えるのはかなり苦しいんですよね。っていうところで、例えばこの BC の中点を M っていう風に置いて、 OAM っていうのを通るように切断するんですね。そうするとこんな風になると思うんですよ。ここの断面図がこれですよね。あるいはこの立体を真上から見てあげると、こんな風になるんですよね。H って今書いてますけど、この図からもわかるように、 O と H っていうのは真上から見ると同じ点になってるんで、かぶっちゃってるんですよね。いいですかね。で、こういう風に2つの平面から考えた時に、 OH の長さを出そうと思えば、ここ90度になってるわけですから、この三角形について三平方の定理を使えば OH ってなんとなく出そうだっていうのは分かりますよね。今条件から一辺の長さは A だって言ってるんだから、ここは当然 A なわけです。ほんじゃ AH はって考えたいんですけど、 AH はここに書いてあるように、三角形 ABC の外接円の半径になってるわけですよね。で、まあこれは正四面体だからっていう話ではあるんですけど、ABC っていうのはそれぞれ AAA の長さになっている正三角形なので、正弦定理を使ってあげると2倍の AH、 要は AH っていうのは半径の2倍ってことですね。っていうのは、まあこれどこでもいいですけど、サイン A 分の BC になりますよね。サイン A 分の BC です。で、それぞれ値は分かっていて、BC が A、サイン A の A の部分ってのは60度ですよと、正三角形なんでね。っていうところでこういう形になるんで、AH っていうのは3分のルート 3A ですよと。こういうふうに言えるわけですね。で、最初言ったように AH の長さと OA の長さが分かったんで、三平方の定理から OH っていうのはこういう形になりますよと。数値を代入してあげて計算すると3分のルート 6A になりますよと。こういう話ですね。これで OH の長さが求まりましたよと。いいですかね。この立体でいきなり考えるとわけわかんないんで、ちゃんと平面に移してあげましょうと。そういう話ですね。じゃあ次の例題なんですけど、今度は OABC の体積 V っていうのを求めてくださいっていう問題ですね。図形自体は全く変わってないんですけど、まあ今回ね、体積求めたいんで、錐の基本的な体積の求め方っていうのは、底面積かける高さかける3分の1でしたよね。この3分の1絶対忘れないようにしてくださいよ。っていうところで、何が分かればいいかっていうと、高さである OH っていうのはさっき出したんで、この三角形 ABC の面積が分かればいいわけですよね。で、この三角形 ABC については、まあもう正三角形だっていうこともあって、いきなり面積出せますよね。三角形 ABC っていうのは2分の1の AB かける AC かける sinA ですよと。AB かける AC かける sinA ね、っていうところで数値代入してあげて、三角形 ABC は4分のルート 3A の2乗であると。っていうことで、
体積 V っていうのはこういうふうに表現されるんで、数値を代入してあげれば12分のルート 2a の3乗だと、こういうふうに求めることができますよと。一個ずつステップを踏んでいけば別にそんな難しい話ではないですよね。じゃあどんどん見ていくんですけど、次の例題3っていうのは、四面体 OABC に外接する球の半径 R は何ですかっていう話ですね。外接するっていうのはどういうことかっていうと、球の中心からこの四面体の各頂点 OABC までの距離が全部等しいっていうことなんですよね。でそういうことを考えた時に、この図形の対称性っていうのを考えてあげれば、この図形に着目してあげて、こういうふうに D を設定するんだと。この D っていうのは何かっていうと球の中心になるんですけど、条件として必要なのは OD と AD っていうのが長さ一緒になればいいんですよね。これを満たしておけば当然 BD っていうものと CD っていうものは全く同じ図形が出てくるだけの話なんで OK だと。ということで今回設定した D のっていうことで今回設定した D の定義から R っていうのは DA イコール DO であると。これはもうこういうふうに設定してるんでね、点 D っていうのでこの条件下から、R を出したいわけですから DA の長さが分かれば勝ちなんですよね。今回はこの三角形に注目してあげてこういう式を作りたいんですね。これ何やってるかっていうと、ここ90度なんで三平方の定理使っただけですね。 AD の2乗イコール DH の2乗プラス AH の2乗ですよと。で、ここ書いてるように DA は R ですし、 DH っていうのは OH から OD の長さ引けばいいですよね。で、AH っていうのはAH っていうのはカッコ1番で出したんでね、その値を使っていけばいいですよというところで数値代入してあげるとこういう風になって、でこれ式を展開してあげて、今求めたいのは R の値ですから R イコール2ルート6分の 3a だと。さすがに分母にルート入れるとキモいんで有理化してあげて4ルート 6a になりますよと、こういう話ですね。いいですかね。で今回はこの外接する球っていうのをやったんで、次は内接する球の半径 R っていうのを考えてみたいと。でこれどう考えるんかって話なんですけど、内接するってのはどういうことかっていうと、これ別に書いても書かなくてもいいんですけど、ちょっとここの部分 AD っていうのを延長してあげてこういう風にしたいんですね。でこれに対してこういう円をイメージしてくださいと。これ一体何をやってるかっていうと、 D っていうのを中心にしてあげた時に AM っていうのを含む面、つまり三角形 ABC っていう面と OM を含む面 OBC っていうものに対してそれぞれ接してるっていうのがわかるわけですよね。ここは90度になるんでね、当然これ合同ですから。ということでこの DE の長さ、もちろん DH と同じですけど求めてあげればこの半径 R っていうのを求めれるんですね。っていうことで R イコール DE なのでこうなりますよねと。これちょっといきなり飛びすぎてますかね。何やってるかっていうと、この三角形 OBC っていうのを底面というふうに考えて、この DE っていうのを高さだと捉えているわけですね。で DE ってのは今 R だからここ R にしてるわけです。でこの体積っていうのは同じく三角形 OAB を底面にした時、 OAC を底面にした時、 ABC っていうのを底面にした時の体積と全く同じになってるわけです。つまり全体の体積の4分の1に当たりますよと、そういうことを言ってるわけですね。いいですかね。三角形 OBC の面積に関しては三角形 ABC の面積と全く一緒で、体積っていうのはカッコ2番で出したので代入してあげて、求めたい R について整理すると R イコール12分のルート 6a になりますよと、そういう話ですね。最後のところでちょっとだけややこしい考え方出てきたかもしれないんですけど、結局どういう状況かっていうのさえイメージできてしまえば、あとはただの平面図形の問題に帰着してますよね。この2つ考えてるだけなんで。
で結局やっぱ立体の問題を考える時っていうのはこの考え方が一番大事で、今日のまとめとして言っておきたいこととしては、とにかく立体っていうのは難しいからやめとけと、そういう話なんですよね。立体の問題っていうのを苦手にしてる人って非常に多いんですけど、それは何でかって言った時に、立体を立体のまま考えようとしてるからわけわかんないんですよ。そもそも僕らが回答を作るのは紙の上に回答を作りますよね。紙の上に立体を書こうと思ったって、それははっきり言って不可能なんですよね。どこかしらで矛盾が生じるわけです。だから立体で考えるんじゃなくて、立体を平面に落とし込んで、その平面っていうのを考えていこうと。断面図とかがイメージできませんとかっていう人多いんですけど、そういう時にはまずどの点を通るのかっていうのを考えて、今回の M みたいなことですね。で、その時の各辺の条件っていうのをしっかりと考える。そういう風にしていくと、しっかりと断面って書けるようになるんですよね。今回はもうさらっと書いちゃいましたけど、分かんない人は OM の長さっていうのはいくらで、AM の長さはいくらでっていうのを最初は計算とかしてもいいと思いますよ。で、そういうのをやっていくことによってパパパッと作図できるようになってくるわけなんでね。そういう練習をしっかりやっといてください。もちろん数英の方でやる空間図形っていうやつの性質とかってどんどん使っていったらいいんですけど、その性質考えるにしても、やっぱりまずは断面とかそういうのを考えてから証明してる場合って非常に多いんで、面倒くさがらずに断面図をしっかり書きましょうと。今日一番言いたかったのはそういう話です。今日お話した内容が分かりやすいなと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。この他にもブログやツイッターなんかで情報発信してってるので、よければそちらもチェックしてみてください。じゃあ今日はここまで。お疲れさんでした。さよなら。